皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギギブ、今週も始まりました。パーソナリティの伊藤奈と申します。よろしくお願いします。今週もですね、先週、先々週が引き続きですね、私が東京でビジネススクールで学んでた四字熟の、仲間である大前さんに今日お越しいただきました。大前さん、今日お忙しい中お越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。四字熟は実はあだ名で呼ぶ会でして、で、はい、私は三郎って呼ばれてます。で、大前あすこさんはあっちゃんって呼ばれてます。なので、ちょっとあっちゃんっていうふうにちょっと番組では言わさせていただきますので、はい、ちょっと視聴者の方、そのつもりで聞いていただけると嬉しく思います。はい、じゃあ、あっちゃんよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、じゃあまずじゃああっちゃんの自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか？はい、はい、それではさせていただきます。はい、大前敦子です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。子供の頃からあっちゃんと呼ばれております。はい、はい、で現在は、神奈川県茅ヶ崎市を拠点にして、湘南 N キャリアの代表といたしまして、あ、そうですか、そうですか。ライフキャリアの開発支援をしております。はい、はい、私は営業およびオンラインセミナーのコンシェルジュを担当しております。あ、営業ご担当されていらっしゃるということですね。そうですね、なるほど、なるほど。一応笑顔で外向き の活動を頑張っております。あ、じゃあ営業っていうことは、じゃあどなたか他の方もいらっしゃって、その方とコラボレーションしてやってらっしゃるっていう感じでしょうか？そうですね、はい、はい、そのパートナーなんですけれども、はいはい、パートナーはキャリアカウンセラーを12年、はい、しておりまして、はい、延べ 17,600 回の営業面談の経験があります。はい、で20代から70代まで幅広い年齢層の相談者のためにずっと尽力してきました。はい、はい、で湘南 N キャリアは今主に働き盛りの50代の悩み大きいシニアが、人生100年時代を自分らしく生きるための、豊かなライフキャリアプランを作るキャリア開発専門集団として活動しています。はい、いいですね。はい、実はその方、前このラジオに出ていただいたんですね。はい、そうなんです。はい、なので今日はお二方で出ていただくという形で、企画開発される方と営業される方という形で、はい、はい、ぜひ皆さんね、知っていただけたらというふうに思いますけども。ありがとうございます。三郎さんのお誕生日の日に、はいはい、ゲストでお呼びいただきました。はい、私のパートナーでございまして、はい、改めて三郎さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。はい、偶然にも、ね、その日にこうアテンドいただきましてありがとうございます。はい、はい、こちらこそ、はい、はい、大変光栄な日だったと思っております。はい、そんなことないですけど。三郎さんは実際に50代というふうになられまして、はい、50代と聞かれまして、どんなふうに想像されますか？そうですね、いや、残り人生あとちょっとかななんて思った瞬間があったんですけども、うん、そのチャーリーさんと、はい、でこのラジオ番組する前に実は話したことがあって、はい、いや、まだまだ100年だから半分だよということを言った時に、あ、まだ半分もあるんだなと思ったら、ちょっとね、スカッて心が晴れまして、あ、もう、まあ、でも結構大会がちょっ ちょっと、まあ、画面じゃ分かんないんですけど、ちょっとまあちょっと、まあ、病気がちになりやすい体型でして、ちょっとそこで、ね、多分そんなに長くいけないんじゃないかって、こう、皆さんから言われている一方で、はい、ああ、まだ50年もあんだって思ったら、そうですよ。まだ半分。あ、はい、じゃあもっとやりたいことやろうかなって、うん、そういう気味になりましたね。うん、うん、はい、うん。そういうふうに、気づいていただけることが、やっぱり一番素敵なことじゃないかなと思うんです。はい、なるほど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 。私もパートナーも、ほんのちょっと前に50代を経験しておりまして、パートナーはその時予想外にリストラっていう経験もしていまして、なるほど、なるほど。はい、
それで50代後半でキャリアカウンセラーの資格をそこで取りまして、はい、それからずっと、私は隣でその様子を見てきました。なるほど、なるほど、なるほど。で、今思うことは、どうも旗で見ていて、これは彼の天職なんじゃないかなというふうに感じています。そうで17,600人はい。の方を、本当天職でしょうね。やっぱり日々の積み重ねということは、働く場所にもよったんだと思いますけれども、やっぱり彼が真摯に向かい合って、たくさんの方々に少しでもお声を聞かなきゃと思っているようなところがあったかなと思いますね。なぜこうね、吸い寄せられるというかね、こはい。う、その絶大な安心感っていうかね、ああはい。いう感じになりたいなってこう思う一面もありますよね。ああ、そうですか。そう言っていただけるとすごく嬉しいんですけれども。ね、はい。そんな感じながらこう話させていただいてはいるんですけども。はい。それで2人でいろいろ話をしておりまして、50代って、とても大切な時代であるなと感じているんですね。よくそういう話をしまして。それで、チャーリー、自分のリストラのこともあったんですけれども、やっぱり、ぜひ、そういう方々の力になりたいねっていうふうに話しまして、その話聞いてすごく共感したので、あるっていう感じですね。なはるい。ほど。じゃあそこからこう事業をこう持っていくっていうきっかけになったのは、やっぱりそこになって、まあ、そういったご経験されて、はい。まあ人にこう尽くしていきたいっていうところが、まあ、あったというところなんでしょうかね。そうですね。三郎さん、いつもギブギブっておっしゃられてて、とても素敵だねって思ってるんですね。ありがとうございます。それとちょっと違う形かもしれないんですけれども、やっぱり人生少しだけ先を生きてるものとしての経験を生かしながら、話を聞くことも多かったし、自分たちで体験することも多かったので、そういったところを生かしながら、自分たち何ができるだろうって考えたときに、キャリアカウンセラーである彼の仕事を柱にするっていうことはもう当たり前のことだったと思うんですけれども、それを具体的にどういうふうに、獅子塾なりのとんがりポイントみたいに、なるほど。時にですね、やはりそこが一番痛みを知っているものの強みというか、そういうふうなこともあって、そこから発展させていこうということで、55歳からのシニアライフっていうキーワードを自分たちで作りまして、このテーマで、活動を、続けているところです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどから獅子塾って話があったんですけども、はい。その獅子塾に入って、まず最初の課題が、自己棚卸三万字を書くという宿題があったかと思うんですけど、はい。はい。はい。大変な宿題でしたね。本当にあれはもう涙が出るようなね、こう、まあ今思えばこうね、よかったなって思いますけど、当時は まだかっていうぐらい、こう、字数がね、こう、もらわなかったっていうことは あっそうでたすんでよすね。が、ただ、いろいろな角度から、25個の角度から、こう、深掘りしていったときに、あ、これが本当にやりたいことなんだっていうのが、浮かんできちゃうんですよね。そうですね。あれはすごいことですよね。浮かび上がってくるっていうことは、素晴らしいことだなと思いました。そうなんですよね。嬉しいこととか、将来やりたいこととかいうことだけなく、過去つらいことだったり、こう嫌なことも、テーマとして書かされる。まあ、お題。お題ですね。はい。で、それまたすごいことが、自分のだけじゃなくて、他の人のも、また読んで、こう、アドバイスするっていう、そうなんですところが、あれまたすごいなって思いまして、だからね。貢献したくなるっていう。まあ、すごいやっぱ人生皆さん歩まれてて、やっぱ応援したくなっちゃうんですよね。あれ読むと。やっぱ応援したいなっていう、そういった雰囲気になりましたよね。そうですね。そういう形で、自己開示っていうんですか、自己開示って、そうはないですよね。ないですね。親しい友達にも、人生を通じての、
いろいろなことを話す機会はないし、通しで聞いてもらうことも絶対ないだろうし、ああ、ないで、ですまよたね。それに対して皆さんが意見をくださるような場面にいる、それがやっぱりお互いにお互いを開示してるからだというふうに言える方と思うんですけれども、の同じバランスでお互いお互いを知り合う機会っていうのは、人生の中でそうは皆様経験しないことかなと思うんですね。そうです、本当。ただチャーリーのその仕事をキャリアカウンセラーは、はい、どうしてもお聞きしなければいけない場面がたくさんあったり、また皆さんも誰に話していいかわからないっていうことを唯一話が利害関係なく聞いてもらえる人で、自分の言葉をもう全部吐露しても大丈夫な人、そういうふうな場所に彼は入れたんだと思うんですね。それとやっぱりパートナーの私が言うのもおかしいんですけれども、安心して話せる人、それから穏やかに聞いてもらえること、否定されたりなんかすることじゃなくって、受け入れて話を聞いて、で一緒になって同じ立場で考えてくれる人、そういうふうな人に出会えるっていうことが、その頃の相談者さんたちもとても信頼を寄せてくださったようなので、パワースポットだったっていうふうに言っていただいたりとか、それからこう涙されて帰られる方も結構多かったようで、そうですね、はい、ちょっと話題になったりしてましたね、なんか本当はこう一人こう1日8人ぐらい回さなきゃいけないから時間が縛りがある中で、よくその、上の方からちょっと怒られてたとかああいう話が、そのチャーリーさんの人柄がね、もう出る一幕かなっていう、そういうぐらいやっぱり時間の制限なくこうね、やっぱ相手のことをしたら聞いて、聞いて、聞いてっていう、はい、それだけでもね価値がありますよね。そうですね。で、それをまた獅子塾というところで、ああいう形でお話をさせていただく機会、お互いに分かっている人たちと、何ヶ月間かを共に話して勉強していくっていう機会を得られたっていうことは、本当にありがたい経験だなと、一番それが一番あり、嬉しかった、良かったことかなっていうふうに。最初に言われてきたんですね。横のつながり大事ですよと、それから上部のつな、前後ろの先輩後輩のつながり大事ですよっておっしゃられた。最初1回目は超正直ピンときませんでした。だけどグループ作っていただいて、それから数重ねて学んでいくうちに、やっぱり今かけがえのない皆さんだなっていうふうに思いますね。そうですよね。その同期の輪、まさにチームの輪、またその機能が違う、他の世代の方々、他の機の方とのまた接触っていうのがこうやっぱ大きな財産になるスクールだったなって思いますね。そうですね。機会を得たことは本当に大切だったなと思いますし、それと先ほど三郎さんがおっしゃられたように25の質問ですね。で、自己分析していくっていうところで、自己棚卸しって本当によく言ったものだなと思いますけれども、また言葉の表現がうまいですね。こう自己棚卸しだったりプラス受信だったりそうですね、こうぐさっと刺さるようなキュレーズがこう、はい、音のところで眠ってるっていうのが、そうですよね。それで棚卸しって言われると、定期的にやった方がいいんだなっていう感じもしますよね。そうなんですよ。時々やりますよって、自分もやりますよっておっしゃられてるのがすごいなと思うんですよね。やっぱり一度聞いた、一度考えたことだけじゃなくて、また場面が変わるとまた自分のこう反応も違うし、それから周りの反応も違うんだろうしということで、しばらく何ヶ月かの、あるいは1年に1度でもいいんですけれども、自己棚卸し続けていくと面白いことに気がついたりするかなと思ったりもしますね。そうなの。実は私継続してて、はい、また3万字書くことはないんですけど、ちょっと追加はしてるんですね。はい。で、ちょっと正確な数を数えてるわけなんですけど、4万字超えました。そうですか。すごいすごい。付け足していったら、
こう分厚いサブローの自叙伝書けそうですね。もうあれずらーってこう書いてあって、まあとテニオ派とかの文章とかになってないところが多いんですけど、いや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 、うん、なんかあそこやっぱり作ったものなんで貴重なの で、 そうです、なんかちょこ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 うコメント追加したりとか、なんか本当に、ね、財産になりましたね、あれもね。あとね、一つあれだと思うんですけれども、私たちちょうど2人で参加できたので、同じ体験をすることができたので、言えることかもしれないんですけど、の質問、すべてではないんですけれどもね、私が問いかけて、それでチャーリーがそれに対して答えて、それを問いの答えにするっていうのを何度かやったんですね。はいはい、しますと、これはチャーリーから教わったことなんですけれども、自分で問題の字を見て思い起こせることを書き始めるというのと、同じ質問なんですけれども、誰かに聞かれてそうだなと思い出すと、なんか脳みそって違うところが働くみたいで、思いがけないことを思い出したり、今までこう引き出しの奥の方にしまってたような記憶が不思議と蘇ったり、なんか独特の流れで、それまでに思いつかなかったことに出会えたり、新しい答え方とか考え方とか、新しい自分に会えたりするような場面があるみたいなので、そんなことでキャリアカウンセラーとして皆様に質問を投げて、それで答えていただくことで、相談者自身が自分に気がついてくれるっていうことがいくつもあったようなので、こういうことなのかなって思ってるのが、私たちの、仕事のこう柱になってるところですね。はあ、やっぱこう人と話すことはとても大事な局面っていうことですよね。そうだと思うんですね。はい、人と話しながら、想像力を働かせて、私結構想像力っていう言葉好きで、想像力は、世界を救うと思ってるんですね。おいや、そうだと思いますよ。やっぱり、思いやるっていうこととはまたちょっと違うかもしれないんですけれども、相手の立場で考えるとか、それから違う角度で考えるとか、人間に許された想像力っていう力を働かせると、もう少し生きやすかったり楽しかったりするんじゃないかなといつも思っています。ああ、素晴らしい言葉ですね。その獅子塾も結局何を教えたかったっていうと、多分ここに気づくんじゃないけど、勝手にもし獅子塾の偉い人聞いてたら怒らないください。ワンオンワンをたくさんやりましょうっていうのが、つながりましょうっていうのが、まさしくそうなのかなっていう、すべてそこに原点があるのかなと思ってまして、先輩方も常々そういう話をよく、されてるので、まあ、中には600人やってる化け物みたいな方もいらっしゃいますし、あ、化け物じゃ怒れちゃうまあ尊敬して先輩なんですけどで、あと白髪の弁理士の方とかは半年で250人やったとか、もう、いうね、方みたいとか。下がる以上のものがあります。まあ、その方もね、前、このラジオにも出ていただいて、前、あっちゃんを、その別の交流会にもね、お誘いいただいたって、すごい、辣腕弁理士の方なんですけども。そうですね。そう、最近ね、交流会にも結構ね、出てらっしゃるって話もね、聞いてらっしゃってて、まあ、営業担当ということで、ね、どういったあれですか、交流会に今参加されてらっしゃるんですか？交流会の名前ですか？はい、主政クラブっていうとても全国規模の大きい、なるほど、はい、そちらの湘南中央っていう会場ですね、茅ヶ崎なので近くはそちらということで、こちらの方に先ほどの敏腕弁理士さんのご紹介で、ゲストとして参加させていただいて、本当に大人数なんですけれども、みんなハートフルな方ばっかりで、代表はじめ世話人の皆様方にたくさんいただきまして、もう最初からチームのメンバーにしていただけたような集まりで、
はい、それこそやっぱり自分のことだけを言うのではなく、相手の話をよく聞かせていただいて、お互いを知り合えた上で何か力になれることあったらしましょうねっていう感じのクラブなので、本当にここに参加させていただいてよかったなと思ってます。はい。なんかもう会場によってはもうなんか200人ぐらいで集まるような会話あるとかそう聞いでたこともねあったりとかすごく活発な交流会ってね聞きますね。す。ね、交流会って名刺交換会っていうのが皆さんどこでもあると思うんですけれども、その名刺交換会の前に大という字をつけて、大名刺交換会というそうようなんなです感ね。じで、しかもそんなに時間かけていられないので、挨拶がなくて、とりあえず名刺を交換するという。むしろ、交換するだけの会合、大交換会という。第1回私は目の回る思いをいたしました。で、その交換した後で、後日、こう何か、こういったワンオンみたいな形で、まあ、連絡取って、交流深めるって感じですか。車座という表現をされてて、交流車会座。の中で、2回チャンスがありまして、5人ぐらいのメンバーでテーブルをこう分けてくださって、移動されるんですね。なるほど、なるほど。互いに自己紹介したり、それからお互いに仕事のことを聞き合ったり、あるいはもうその場で商談に近いようなお話をされるような方がいらっしゃるというのを、私たちの会のところは2回やりまして、2回そもあれるんがですね。なる最初ほど。の例会の方で、その後は皆様お楽しみの二次会というのが、やっぱなるちほど。ょっと紹介でありまして、そこからまたさらに名刺以上の交換ができるということで、それを繰り返していく、あるいはそれ以外に外の部署で打ち会があったりとか、それからお互い他の、交流会に、お邪魔しさせていただくとか、そんな形でどん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 人の輪が広がるというのは、大変なスピードを持ってされてらっしゃるし、特に世話人の方々たちのものすごい、なんていうんですかね、自分たちを前に持ってって、どん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 先に進んで、皆さんとつないでいく、そういうふうな心をお持ちの方々があちこちにいらっしゃるので、あっという間に日本中の方と知り合いそうな気もさえしております。そうですね。はい。まさでしく、こうね、いろんな方をつなげて、つなげて、つなげて、すね。信頼貯金、四字熟の表現であるんですけど、なんかいい表現ですよね。信そう頼で貯す金ね。が溜まった方が、こう、意図しないところから、クライアントが来るんでしょうね、きっとね。そうですね。それは仕事という場所でも、今おっしゃった信頼貯金っていうふうなのが、基本になってるのかなと思うので、私たちも、社内のキャリアとしても、これから、企業の中での、未来の方とか、シニアの方々の、活性化っていうのを目指してらっしゃる企業の方もいらっしゃるので、そういう方々とつながって、そちらの方で、セミナーとか講座とか、そういうふうなものをしていける機会があると、また私たちの志も伝わっていくんじゃないかなと思っておりますので、これからはそちらの方の、方々につながりたいと思う思いと、それからまた個人の起業家であるとか、獅子塾にたくさんいらっしゃいますけれども、起業家の方とか個人事業主の方々の、なかなか人に相談しにくいような思いもすくい取って、新しいライフキャリアっていうのを開発していくっていうお手伝いもできたらいいなって、夢が広がってきた気がいたします。このなるほ横にど。及んでという感じもしますが、ああ、いえ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 。どん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 そういうふうなやりたいなというような思いは、サブラさんに会う時もいつもそういうふうに思うんですけれども、こういうこともできるんだなとか、そういうことを気づかせていただける、素敵な機会をたくさん得て、今、元気に幸せに生きてるなと思っております。素晴らしいですね。今聞いてらっしゃる視聴者の方でも、その該当される方、まあ、全然こう、今、日本全国どこでもね、ズームでつながったりもできますし、まあ、これは YouTube で動画で流れますので、日本全国の方がどこかで聞いてらっしゃると思うので、
ね、ぜひともね、この大前さん、あっちゃんにこうね、連絡を取っていただいて、つながっていただけたらとね、思いますし、私もいろんな経営者、やっぱり、つながってますので、知った方をどんどんまたつながせていただいて、またこう皆さんでこうね、いいね、こうね、人生をね、歩んでいただきたいなというふうそうに、こうね、思ってはいますね。ですね。はい。9年ですから。いや、本当ね、いい心がけでね、こう、すごくね、もともとお話ししたいなって思うんですけども、実はですね、ラジオ番組ってこう早いんですよ。皆さんね、そう、もうあっという間にもう30分近くなってしまいまして、非常に心惜しいとこはあるんですけども、これだけは言いたいっていう、一言なんか最後、お話しいただいて、ちょっと番組をね、お話にしたいなと思うんですけども、何かよろしいですか？一言、これだけは言いたいっていうことがあれば、ぜひ一人お話しいただけると、はい、幸いでございます。私たちがお手伝いできる人の数は限られております。それでも助けになりたいと思っています。なので、私たちが出会えるまで悩んだ時は、誰かに相談する心の余裕を大切にしてほしいと思っています。私は想像力が多くの困りごとを解決に導くと思ってます。私たちにできること、経験、人脈、知識、想像力を駆使して、笑顔で向き合い、話を聞き、理解して、あなたの5年後を作り出していきたいと思っています。素晴らしいですね。ぜひともね、皆さん、こう、夢に向かって、年関係なく、チャレンジして、ね、相談していただいて、いい人生をね、送っていただければと思いますので、今日なんかほっこりした、回になりましたね。ありがとうございます。今日はすみません。お医者の中、あっちゃんにお越しいただきまして、ありがとうございました。三郎さん、ありがとうございました。チャーリーさん、あっちゃんともによろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしはい。じゃあ、ます。今週はここで終わりにします。ありがとうございました。ありがとうご失礼ざしいます。ます。